ちゃんのお誕生日プレゼント何にしようかしら。そうだな、おじいちゃんは何を贈るんだろう。のび太さんのことだもん、きっと素敵なプレゼントを用意してるわよ。今日は町中猫型ロボットとその家族でいっぱいだね。みんなお兄ちゃんと同じお誕生日だものね。ふん、まぬけづらめ。再び弾用意、撃て。ロボット管理協会からのお知らせです。ご覧のロボットに不具合が見つかりました。即時回収の上、こちらのロボットに速やかに交換いたします。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。どういうことなんだ。長老、DG 社のダックス社長をつなぎします。はあ。長老、ご覧の通り、猫型から犬型への交換、私どもの手で順調に進んでおります。はあ、結構。では、引き続き。はあ、これでよかったんじゃろうか。仕方あるまい。こんな結果を見せられてはな。まったく、君は夏休みの宿題を何だと思ってるんだ。国語、算数、理科、社会、一つも正解がないなんて先生は初めてだ。これ全部僕への誕生日プレゼント。ありがとう。のび太はよ。のび太だよな。おい、ドラえもん。なに？のび太のやつ、1年生からやり直すかもしんないぜ。1年生？なんちゃ失礼よ。のび太さんだって一生懸命やったのよ。だから余計に笑えるんだよ。ほんじゃな、ビカビカの1年生。はあ、のび太くん。ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもん。どうしよう、夏休みの宿題月曜までに直さないと1年生からやり直しだって。ドラえもん。僕は犬型ロボット、その名もワンダフル。え？決戦、猫型ロボット対犬型ロボット。あー、気が重い。よーし、ダメダメ、僕は22世紀から来た猫型子守用ロボットだ。どんな子にも愛を持って。で、
誕生日に。でもここは気を取り直して、マニュー、のび太くん。ここはこうするわ。なるほど、これドラえもん。この人誰？ドラえもんが出したんじゃないの？犬型ロボットのワンダフル。いや、もういっか。なんだこの変なロボット。スタイルはスリムだし、足だって僕より長いし。ワンダかね。なめるなよ。僕の手は何にでもくっつくのさ。犬型ロボットにはこんなことは。おやつのかき氷だわ。ありがとう。おいしいよ。よかったわ。あ、これ君の分だわ。まぶない、ちゃんとまぶない。ほんねほんね、宿題は自分でやらなきゃダメ。やってるよね。わん。でもこっちは猫の手も、いや犬の手も借りたいほど忙しいの。はい、プレゼント。パーティーは宿題が終わってからね。何これ、見ればわかるよ。ひどいよのび太くん。少し静かな方がいいわ。プレゼントなんて言って僕に宿題を押し付けるなんてひどいよ、ひどい。これで集中できるわ。ありがとう。せっかくの誕生日なんだぞ。誰だ。頼む、かくまってくれ。ロボット管理協会の命により、猫型は犬型に交換することになりました。当社ではお取り次ぎできません。そういうわけにいくのか。おやめください。どうしてよ。お通しできません。お通しできません。ドラミちゃん、試したよ。瞬間移動ができないよ。セキュリティが張られてるんだ。それに他の道具も。どか。この通り歯が立たないんだ。じゃあ私たちどうなるの？スクラップされ、新しいロボットに作り直されるのさ。そんな。万事順調順調、エクセレント。これでどんどん犬型が売れればがっぽりがっぽり儲かって儲かってハッピーな私。もうチュ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 社長。隊長、守備はどうかね。は、猫型の回収残り数体です。素晴らしい。ところで例の少年に犬型は送りました。ですが猫型がおらず、タヌキ型ならいました。バッカマン！まさかこれが。すぐに回収に行け！了解！
った。ん？何はともあれ、すべては君のおかげだよ。のびのびたくん。ねえ！猫型を犬型に交換！ああ。だからか。そこ間違ってるわ。でも、なんで突然？それは、あの子が。ん？来た！しつこい奴らだ。タイムマシンが2台。ふん、他の猫型もいるようだな。手間が省ける。早く逃げなきゃ。貴様どうする？とにかく何かで応戦しなきゃ。そうだな。行くぞ。何だ何だ何だ。遊んでるんだろうワン。この待て。こっちなんて止まれないんだ。これだ。通り抜けフープ。みんなついてこい。それ。ドラえもん。ドラえもん。のび太くん、急いで。車線がクソ。いや。わ。な。なんということだ。お父さん、だからあれほど僕は。いたか？見当たりません。くそ、くまなく探せ。はっ。しつこい奴らだ。パワエモン、さっき言ってたことだけど、ほら、のび太くんがなんとかって。見ろよ。これはお前、ロボット管理協会を知ってるか？ロボットの性能を審査しているところだよね。それはそこに持ち込まれたレポートさ。猫型ロボットがいてもダメな子は治らない。それを証明するためにな。一体誰がそんな。 DG コーポレーション、犬型ロボットを開発した会社さ。え、その子はまんまと利用されたんだよ。ねえ、いつまでここにいるの？帰りたいよ、僕。帰る？どこへ？見ろよ。行くよ。ナイスボールだワン。どうかしら。素敵だワン。わーい。そこはそうするわ。できたよ。できる子ワン。古いものより新しいもの、人間なんて所詮そんなものさ。行こう。行くんだ、仲間を助けに。正気かよ。お前も見ただろ、あいつら本気だぞ。僕はのび太くんに言ったんだ、友達は大切にしろって。だったら自分がお手本を見せなきゃ。それが僕ら子守用猫型ロボットなんだ。チェ、やばい時は逃げるぜ。いたぞ。手こずらせやがって。ハサミ打ちにするぞ。はっ。行くよ。はっ。いざ22世紀へ。刺せるか。くそ。ちょっと休憩。まだ終わってないわ。ど、
うわー、なんだよ。遊んだら片付けていけよな。怒られるのは僕なんだぞ。ん？ドラえもん、喜ぶと思ったのにな。おじいちゃん。え？引き出し引き出し。ん？せわし！ドラえもんは、え、いないよ。やっぱり。やっぱりってどういうこと？どうしたわ？なんでもないよ。トイレの前の準備運動を1、2、3、4、あ、2、漏らすなわんよ。説明は後で。とにかく一緒に来てほしい。でも任せて。あ、骨だ。さあ早く。おしよ。この運河の向こうが DG 社だ。あの警備の量からすると多分あの塔がコントロール室か。闇雲に突っ込むよりあそこを狙った方が良さそうだな。ドラえもん、どこでもドア。オッケー。やっぱり瞬間移動は使えないな。もうダメだな。仕方がない。ひとまず DG 社の入り口まで移動しよう。この先が DG 社の入り口だ。じゃあ、みんなであれを。透明マント。でもどうやって入るの？閉めた。DG 社のトラックだ。あれに飛び乗ろう。今だ。いたんだ。犬型ロボットの部品だ。通ってよし。どうも。捕まらないだと。ふざけるな。ですが、奴らタイムベルトでこの22世紀に来ているようで、きっとここに現れるのではないかと。仲間たちを助けに行くか。ええ。ですからまさにミイラ取りがミイラになる寸法で。面白い。あとは任せたぞ。はっ。友情など金にもならん。逃げてる猫型がここに来るってよ。仲間を救いにか。ロボットも義理がたいね。くそ。やっぱり僕らが来ることは分かってたみたいだね。コントロール室はもう目の前だぜ。ここからはタケコプターを使おう。ていたよ諸君。さあ鬼ごっこはここまでだ。覚悟してもらおう。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
んで日にいる夏の猫。おとなしく捕まれ。やらこった。待て。ラルドリー、コントロール室に向かうんだ。そうするか。行くぞドラえもん。タヌキ、僕はタヌキじゃない。知ってるよ。え、あ、魔性戦。さあ、くそ、手こずらせやがって。あんたらが間抜けなのさ。なめるな。あの青タヌキを追え。お、頼んだぜドラえもん。次はどこから侵入するか。お、閉めた。お邪魔します。ここがロボット管理協会だよ。ずいぶん立派な建物だね。さっきも言ったように、ここにいる人たちを説得すれば、うん、ドラえもんとドラミちゃんは帰ってくるんだね。そして他の猫型ロボットたちもね。見つけたわ。うわ、さ、宿題をやるわ。え、ここで。嘘だろ。本気だわ。途中で投げ出すのはダメわ。でも今は宿題どころじゃないんだ。助けに行かなくちゃいけないんだ。僕の大切な友達を。今ドラえもんを助けに行かなかったら、もう一生会えなくなっちゃうんだ。だから、大事なものを取り戻しに行くわな。それが済んだら宿題をするわな。約束するよ。さあおじいちゃん急ごう。ありがとうワンダフル。ここで何をしているですか。ここは一般の人は立ち入り禁止ですよ。ここの偉い人に大事な話があるんだ。時間がないんだ。なんとか会って話をさせてよ。正式な手続きを取ってお会いくださいです。そんな時間はないんだよ。なんですか。ここは倒せませんですか。さあ二人とも僕の後ろに入るわ。それを耐えるですよ。行くわよ。済ませて宿題を。ありがとう二人とも。頼んだよおじいちゃん。君って結構いいやつだね。宿題を終わらせるためにやってるだけは。無理しちゃって。うん、よし、ちょうどコントロール塔の下に出られたぞ。さっきの透明マントよりこっちの方が良かったんだ。石川マーキー。これを被れば姿は消えないけれど、道端の石ころのように誰も気に留めなくなる。あとは音を立てないように慎重に慎重に。みんな必ず助けるからね。すみません、誰かいませんか。大事なお話があるんです。誰か返事してよ。あれ、行き止まり。何？誰かな。あ、こんにちは。じゃない、こんばんは。小路、この少年は。ご用は何かな。ドラえもんたちを捕まえるのを今すぐやめさせてほしいんです。おお、わしたちもそうしたい。しかしそうもいかんのじゃ。あ、僕、なんで。実は君を調査したレポートが提出されたんじゃ。え、
子守用ロボットは子供を正しく導くロボット。しかし君のこの姿が猫型の性能の低さを証明したんだよ。そんな関係ないよ。これはたまたまだよ。たまたま。長老いかがなされます。ならばテストをしよう。テスト？彼は君と同じ年齢の子供を平均化したロボットじゃ。テストで勝負してみるというのはどうじゃろ。面白い。こいつはいい宣伝になる。全国に放送しちゃいましょう。ザ・ショータイム。なんでやねん。全国のお父さんお母さん、そしていたいけな未来ある少年少女の皆さん、猫型ロボットがいかに結婚を抱えたロボットであるか証明するべく、ここにも猫型ロボットに育てられた少年のび太くんと平均ロボットくんが学力で競い合う対決。果たして不幸な少年のび太くんは平均ロボットくんに勝ることができるのか。面白そうじゃねえか。いたたたたたた。諸君らに面白いものを見せてやる。のび太さん、よし来い。最初の科目は算数です。江戸幕府を開いた将軍はホニャララである。はい、立派な人である。次は理科。ひでえな。昆虫図を描け。はい、東京。これが最後の科目、体育です。僕の一番苦手なやつ。ねえ、これちょっと高すぎるよ。平均じゃ。合格。行くぞ。そりゃもう一回やっていい？猫型より犬型ね。そりゃもういいじゃろ。やめないよ。ドラえもんのためなら何度だって飛ぶんだ。のび太くん、だってドラえもんは僕の大切な友達なんだ。それでは結果を発表します。まずは平均くん70点。続いてのび太くん2点。そんなこの結果では仕方ありませんな。長老、
今のテストの模様が何者かによって全国に放送されています。なんじゃと。皆さんご覧になりましたか。この結果が猫型ロボットの低い性能を証明しているのです。さあ皆さん、これからは猫型より犬型の時代です。一家に一台 DG 社の犬型ロボットで子供たちに明るい未来を。なんということじゃ、ダックス君。これはこれは長老、いかがなされました。今の放送は君の仕業かね。仕業とは大げさな。今の放送は猫型から犬型への交換をよりスムーズに推し進めるためのもの。あくまでロボット管理協会の決定に従ったまで。長老、お、ドラえもんたちはどうなっちゃうの。こうなってしまっては残念だが。そんな、ドラえもん。それでいいのかは。セワシ、ワンダフル。ここからはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。セワシ、ワンダフル。キュー。おお、あれは我が社の犬型。これを見るわ。おお、あれは僕の夏休みの宿題。これはひどい。全部間違いだ。もうなんで見せるんだよ。さすが我が社のロボット、タイミング完璧。ダックス君。はい。では予定通り今すぐ猫型をスクラップに。中止じゃ。のび太くん、これは何のために書いたのかな。宿題の絵日記だけど、どうせならドラえもんにあげようかなって。ほう。私らにも見せてくだされ。今日から夏休み。ドラえもんと前から約束していたかき氷の食べ比べをした。僕は5杯、ドラえもんは10杯。ドラえもんはすごい。7月28日、今日は何もない一日だった。でもドラえもんがいるだけでなんだか楽しかった。この日記帳は宣伝じゃ。じゃあ猫型ロボットは子供たちにとって友達であり、そして家族の一人だったんじゃ。わしらは一番大切なことを忘れておった。すまなんじゃったな、のび太くん。あのバカ犬、余計なことを。飼い犬に噛まれるとはこのことか。もう協会の決定など知ったことか。一匹残らずスクラップにしてくれる。さらば猫型よ。え、うん、なんだ。始まりやがったか。ジュースか。もうすぐお仲間とご対面できるぞ。まあすぐにお仲間ともどもスクラップだがな。なんだ、おとなしくしていろ。なんだこいつは。どうしてください。僕たちの友達を返せ。
この会社の潮時か。ドラえもん！ん？ああ！なんだ！